頭蓋骨の側面。紫色で着色された部分が側頭骨。矢印で図示したすぐ左の部分が乳突部。後頭骨との境界は後頭乳突方合。側頭骨乳突部は側頭骨後方を形成する側頭骨の一部分。乳突部の外表面は、素面で後頭筋及び後次回筋の付着部になっている。ここには多くの穴が開いており、 そのうち後方の円に近い大きなものを入突口という。ここを横上脈道を後頭動脈の項膜への小枝が通る。入突口の場所と大きさはかなり変異があり、穴がないこともある。また後頭骨にある場合や、側頭骨と後頭骨の間の本号上にある場合もある。入突部からは下方に円錐状の突起物である乳葉突起が伸びている。 この突起の大きさや形状も幾分変異がある。男性では女性よりも大きい。乳幼突起には、強鎖乳突筋、頭板状筋、頭最長筋の付着部がある。乳幼突起の内側には、乳突キリコンと呼ばれる深い溝があり、顎に腹筋の付着部である。乳突キリコンのさらに内側に、後頭動脈口という浅い溝があり、後頭動脈が横たわる。 入突部の内表面には深く曲がった溝がある。これは S 状動鉱で S 状静脈動が走っている。入突孔があれば、その開口部がここにある。S 状動鉱と非常に薄い骨の層を隔てて、入突チスがある。この骨層は薄いため部分的に結出していることさえある。入突部の上縁は広く挙手状になっていて、頭頂骨の入突角と関節を形成する。 公園も挙手上であり、後頭骨の下べりと関節を形成する。乳突部の前方は同じ、側頭骨六甲部の下行突起と融合している。下方では、外耳道及び個室を形成する。乳用突起の一角の内部は無数の空洞になっていて、乳突チスと呼ばれる。乳突チスは、大きさも空洞の数も非常に変異が大きい。乳用突起の上前方では、 乳突ハチスは大きく不規則で元気しているが、下に進むにつれて小さくなり、乳用突起の先端部では、多くの場合ほんの小さなものになり、骨髄もある。乳突ハチスを全く書き、乳突部が完全に骨になっている場合もある。乳突ハチスのさらに上前方に、もう一つ大きな不規則の空洞があり、これは骨室洞と呼ばれている。乳突ハチスと交通しているが、 別なものなので区別しなければならない。個室道も入突蜂蜜と同様元気しているが、個室と交通していて、個室にある粘膜が、ここまで伸びている。個室道の髪型は、板状の薄い骨である個室外によって、頭蓋底と隔てられている。また下方では、乳用突起と、外側では、側頭線直下で、側頭骨うろこぶと、内側では、 個室道に飛び出した内耳の外側半期間空と接している。個室道は前方で個室の一部に開口している。個室道は出生時にはかなり大きな空洞である。乳突蜂蜜は個室道の形質だと考えられており、出生後に現れて5歳までにはかなりはっきりしてくる。乳突蜂蜜の発達は思春期まで続く。ありがとうございます。